究極の心シェイクを投げる。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回は究極の心シェイクを、投げる選手を作っていきたいと思います。究極の心シェイクとは何か、まずはそこから説明していきましょう。まあ、当然ね、心シェイク、変化量7の心シェイク、まあ、これを覚えるのは当然として、そこに球速最低でも160キロ、まあ、これはね早ければ早いほどいいです。まあ170キロまでね持っていきたいんですけど、多分現実的ではないと思うので、最低ラインを160キロとして上げられるところまで上げていくと、さらに変化球で通常のナックル、これも覚えていきます。まあ、できればね変化量7まで、こちらも持っていきたいんですけれども、77ってね意外にきついんだよね。で、この心シェイクと通常のナックル、これで相手を揺さぶって、最後に心シェイクで相手の心をへし折るマインドブレーカー、まあ、これをね持った選手を、作っていきたいと思います。まあ、まとめると、球速は160キロ以上、心シェイク7、ナックル7、金徳マインドブレーカーもちろん選手ということになります。で、それを実現するためのデッキとして、こんな編成になってます。まあ、当然ね、セーラー、心ちゃんをお借りして、でさらにマインドブレーカーの怒り守る、まあ、球速の、ね、コツも持ってるし筋力も稼げるので、まあ、ここからね球速をどんどん上げていくと。で筋力要員の野五郎くんで、変化球はこの3人ですね、虹谷と、まあ、変化球ポイントが稼げる一ノ瀬と、一応まあ技術もちょいちょい稼いでいかなきゃいけないので神楽坂くんを入れてます。まあ、この、デッキでやっていきましょう。それでは応援してますね、心ちゃんかわゆす。では練習ですね。まあ、特に何にもないのでコントロールでいいかな。あ、そう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 、あと当然のようにね天才の入部届は持ってきてます。で球速アピールになってますので、球速いくつだったっけ、初期状態で134か、ここから天才覚醒してくれれば結構球速上がりそうだな。でコツ、虹谷、まあ虹谷か、コントロールコツはね今回そんなに必要ないんだよね早速覚えてるし。で心ちゃん、で今回はねお守りを持ってきてないので、ちょっと心ちゃんは気をつけて追っていかないといけないですね。まあ、ここを本当はやりたいんだけど、やっぱり心ちゃん最優先。よし一緒に帰ろう。あと守君がね早めに休息コツをくれないと、ちょっと休息上げるのがね遅くなっちゃうんで。また変化球悪くないね、変化球にしよう。ここは吸収か。あ、心ちゃん君のストロングポイント、これどれがいいんだ、応援してほしいな。これ確かやる気が下がるけど割と経験点もらえるんだよね。怒られた。お、悪くない悪くない、全然いいよ、天才覚醒。あー、千丸はつかなかったか、まあしょうがない。140、もう140に乗ったか、早えな。あー、ここ 13%、 これはやりてえな。リリースだけは潰しておくか、リリース潰してやれるときにやっておこう。よし通過、魅了、心ちゃん魅了しちゃう。もう多分極限までにはならないと思うんだよね、まだ。でこれはもういいや、夜型の興奮し、え、興奮する、わかんねえあ、魅了になった、やる気は下がった。あ、一ノ瀬自己紹介か、まだ。あ、極限になってるね、心ちゃん。よし、心ちゃんを魅了する。実はね、心ちゃんを魅了してると思わせといて、心ちゃんが俺を魅了してると。ああ、暁守またいる、どうしようかな。タイピン3か、これだったら潰せないな。 14% ね、結構きついよね。
2回目やるかやろう。よし、攻める。今回は攻める。練習会危険を犯したのに、まあ、一ノ瀬進めてはいきましょう。でメンタルだけ見てちょっとここはさすがに寝ましょう。心ちゃん来ないかな。まあ上げられるときはもちろん上げていく。よし、ダブパワー。まあ、金属関係はね全部進めていって余裕があったら取っていきます。おお、心ちゃんここはちょっとラブパワーで回復したいね。まあ、のごろくんはコツをくれない子なんで筋力ポイントで OK、 問題なし。おお、本格的。何が全くわからんけど、これもう一回練習できる。このね量はねもう一回練習できるんだよ。ちょ、心ちゃんとかどうなってんの今評価逆にわからん。お、天才ってつくんだ、初めて知った。天才として覚醒した。へえ、かっこいいね。金徳だし。その他関係者、心ちゃん3はいってるか。まあ、ただねやっぱり臨床ポイントはマインドブレーカーでね必要になるから、もうちょい上げとくか。心ちゃんの評価も含めて強奪か。暁守るから強奪しよう。告白、よし来た、空いてる。心ちゃんを、まあ魅了はねあんまり関係なかったけど、おー、いいね。そしてラブパワーが切れた。これは確実に死ぬ。一応見よう。守る守る守る、いいねー。どうする、かけなさかくんあたりが安定かな。コツ的には取れるもの、勝ち運だな。あと勝ち運リリース、いやー、守るいねえか。最悪強奪にして無理やり暁守るから取るか。一ノ瀬はコツ持ってないし、のどろくん、いや虹谷からちょっと安定的に取っとくか。こっちにしよう。やっぱり安定感の虹谷、コントロールコツいらない。今回はマジでいらない。ミサちゃんだね。まあ体力減らないからね。まあ、減らないっていうか回復で結局全回復するんで。黄色い1000円、あ、これはちょっとやっぱりモテモテは取っておきたいね。よし、これで心ちゃん、あとはもうデートを進めていけばデートってなんかちょっとなまっちゃったけど、デートを進めていけば評価は乗るかね。で結局デートの5回目で心シェイクになるんで、もう最初に変化球のナックルは覚えておきますか。いや、変化球のナックルを覚えるんじゃなくて、一番安いやつ、パームか。パームを7にして、ちょっと待ってね、パームが一番安いよね。パームを7にして、それを心シェイクに切り替えると。角田坂くんまだ乗ってない。まあ11月だしな。ここだな、強奪。なるべく強奪がいいな。デートしちゃおっかな、もう。ここはでも構わない、回復できるんだよね。一ノ瀬コーチ、これコーチしてもらおう。普通に休息、これは何になる。うーん、監督の評価だけか。今守るくんいるの、そもそもいない、そもそもいないから、監督評価上げて強奪にして、暁守るから急速のコツを強奪する。またこれか、対抗する。よし行こう。そもそもいるかっていう話になる。またあー2番目か。2番目ってもらえるんだっけ。ちょっと待ってちょっと待って、じゃあタイピンはもう潰しておく。そこから吸血、神楽坂くんの勝ち運は潰したんだよね。
カチウンは潰したから、一番先頭にいる人からねすげえ奪うんで、あ、かなり掴んだ、どういうこと分かんないけどかなり掴めた。よしよしよし、ちょっと俺の目論見とは違ったけどうまくいってよかったな。で、暁守るのイベントが進み始めたらちょっと球速を上げていきましょう。144までは最低上げるけど、まだ球速コツが5じゃないんで一旦置いておきます。まあ、2回目が終わったら球速3でも上げていきますか。ここはね選択肢を上にして心シェイクを取りに行く。あー球速、まあでももう140超えてるからね悪くはない。140超えた段階で球速が上がるのは悪くなくて、ダブルタック、よし行こう。変化球ポイントが多分全然足りてないな今。おい、これは危ねえ。クリスマス、どれ、なんか複雑だ何も何もうまくいってねえじゃねえかよ。まあしょうがない、そういうこともある。のごろうくん、コツ、いやどっちだろうな、筋力でもいいか。虹谷くんはまあ普通にドクターKでいいでしょう。わざわざ脅威の切れ味にする必要もないからね、神楽坂いるし。野球が上手くなりたい、お願いします。小吉、あー体力回復するのね。なんか前もなんか言った気がすんな、小吉が出て。あ、守くん、ここは取っていこう。よし、コツ OK。 さあここから上げていきましょう。これをまあ終わらせる1回で。あ、死ぬ死ぬ死ぬ、ちょっと死んじゃうから何にもない、誰もいない、無駄。エースの威厳、これはもう分からないでいいよ。タイピンはもう掴んじゃったからね。で、球速まずは144、いやもっといけんな、もう155までいけるか。よし、155まで上げておこう。変化球が全然足りない、ちょっと変化球を中心的に伸ばしていこう。伸ばしてはいくんだけど、さすがにタックが来てるときはタックやるでしょ。ナックルの7が厳しそうだな、これはもうこっち。あ、今 3% とかだったね、実は。玉持ち、さて2月の1週か、本当だったら練習をしたいんだけどデートしちゃいましょう。よし、心ちゃんの評価も問題なく上がっていく。ストレート、バレンタイン、まあこれはギリチョコはしょうがない。それでも経験点かなりくれんな。次あたりが強奪とかになるかな。これやると多分強奪の極限になるよね。いや微妙だな、微妙だけど多分極限になりそうだから、魅了魅了、強奪強奪か。ちょっとポイントもらえるからね、刺激にしておく。ちょっとこれは普通にミサちゃんに教えてもらおう。あれ、マホちゃんがいる、ミサちゃんに教わる。よし、変化球ポイントをゲット。で、吸血、どっち、変化球にいないってことはノゴロウくんか。まあ、止めておくか。よし、技術変化球、悪くない。おお、球速はいきそうだな、球速はいきそうだけど変化球がほんと足りない。そして2回目、相手の心をへし折るピッチング。
俺には変化球がないからな、今の段階ストレートで押すしかない。そして160、これで失敗したらもうちょっとショックの方がでかいんだけど、で強化になってデートしよう。おお、10年に一度、それ160キロ投げるからね。一応見ておこう。お出かけデート、なんかどっか回復しないとこあったよね、ここら辺か。さすがに160キロは打てないでしょ。どれか少しか。あ、お腹すいた、お腹すいた、一緒に食べよう。ありがたい神楽坂くん。次であれだね、変化球にして、変化球にしたいけど、ここもやりたいよね。強化か、強化か、やろう。で変化球系のポイントが奪える強化、この体力でラブパワーになってもな。対して練習、変化球69175、そもそもダブルタックか、ここだな普通に。見せろ虹谷、よし。ちょっと待って、もう4月か、もう4月でさ、この変化球量はまずいな、少なすぎる。ちょ、パーム覚えとこう。パームの方が少ないよね、経験点的に。お出かけしてっていうかさ、これ急速いけるんじゃないか、結構スタミナも C あるしね、何気に。やっぱ天才に覚醒してさ、変化球ポイントが何にも影響しないっていうのが厳しいよな。せめてなんかポイントくれれば嬉しいんだけど、100ポイントくらい。まあこれは助けを呼びましょう。変化球2人か、 15%118、 これはでもやる。うわー、くきった。さすがに3回目は無理か。しかも何これ、肘爆弾抱えるの。あの100ポイントを逃したか。またここの球速がすげえな。吸収まだあれだね。極限にはならないはずだから、これ回復してほしい。よし、で メイド内藤さん、筋力か。まあなるべく吸収がいいからな。もうデート終わらせる。とりあえず心シェイク覚えるか覚えないか。今まで全部、あーこれ失敗した、あれ玉か、マジか。お前に心ちゃんの隣はふさわしくない、消えよ。俺こそが心ちゃんの隣にふさわしいって言うけどさ、なんか顔があれなんだけど、何、あ、サボり癖センスもあるか。こいつもなんか死ぬ恐れがあるな。まあいいや、ちょっとコツがあるから最初は練習していく。編成は全く同じね。ここはワンタック。あ、ちょっと待って、監督評価やばくねこれ。しまった、監督評価マジやべえわ。ここに来てまさか監督、監督あぶね、もう一回、もうちょっといいよ、ここ心ちゃん何でもいい、しょうがないしょうがない。4回目ゲ死ぬ、これやべえ、
しょうがない、吸血するしかない。こっち、負けたらもう目も当てられないな。あとの難関はまず負けないってことと、ココロちゃんが心シェイクをくれるかってことだね。所詮敗退、さらばだ。お前もココロちゃんの隣にはふさわしくない。ちょっと長いんだけど、もう何でもいいよ。14点とか足りなすぎでしょ。再び、撃たれた。お前もダメだ。なかなかココロちゃんにふさわしいやつが出てこないな。消えよ。セーブしちゃった。次こそは決めたい。ほんと次こそは。センス×かよ。これはやる気出ないね。お前はもうココロちゃんに会う前から死んでいる。滅せよ。さっきのやつ完全に天才の入部届無駄になったな。世渡り上手、悪くない。監督の評価、監督の評価は上がりやすい。よし、今度こそ、マジで今度こそ。じゃねえよ。いや、ストロングポイントとかもうどうでもいいわ。最後のストロングポイントでココロちゃんとお別れをしよう。お前もココロちゃんにはふさわしくない。どんだけ死んでいくんだ。さらば、はやっ。一周目でいきなり天才覚醒したし、ああ、センス丸になった。さすがよ、こいつはね、マジでさすが、期待できる。なぜかというと、もう名前が違うからね、さっきまでのね、ゴミどもとは。もうさっきまでのやつは全然ダメでしょう。ココロちゃんの隣にふさわしいのはやっぱりミカミックス、お前しかいない。というわけでやっていきましょう。千丸になったしね。黄色い線へ、よし。モテモテがさらにモテモテを目指す。完全モテならない。しょうがない、真にモテる男というのは表面には出さないものなんだ。君のストロングポイント、応援してくれ、俺を応援してくれ。ココロちゃん、お前邪魔だ。誰だ、まあ、お前もダメか、お前もダメか。確かにこいつダメだ。モテモテを取れなかった段階でこいつはココロちゃんの隣にはふさわしくない。もうただのゴミだ。ゴミはそのまま消え去れ。もうこれさ、7人目なんだけど、いい加減なんとかしたいよね。まあ、まずちょっとデータ確認、何にも持ってない、よし。頼むぞ、ピュー、さよなら。こいつもダメか。いや、セコしねえな、最初だけか。
最初3回くらい連続で成功してたからな、結構成功率高いのかなって思ってたけど、そんなことなかったわ。お前もダメか、お前もか。もう疲れたんでね、日を改めてやっていきます。で、こいつ何もついてなかったよね。何もついてない。撃たれた、マジかよ。こいつもダメか。金木、名前だけはなんかいいな。名前、金を持っててもダメだ。心ちゃんは金になびかない女だ。純情なんだよ、お前には向いてない。なぜかスライダーを持っている。まあいい、やっていこう。特に特殊なものはついてなかったんで、ここで決まればあとは変化球を上げていくけど、さよなら。なんなの、マジで成功しねえんだけど。心ちゃん厳しすぎる、マジで厳しい。お前はもう死んでくれ、お前はもう死んでいい。ようやくできたよ。ちょっとね、天才の入部届もう燃やしすぎたんで、さすがにね、もったいないなと思って、もう途中から通常の選手で作ってました。なのでね、球速がやっぱ164で、止まっちゃったのと、技術がねだいぶ余っちゃったんで、コントロールが、すげえありますけれども、一応球速164の、オリジナルで心シェイク、そしてナックル、両方7ですねの金徳マインドブレーカーができましたので、とりあえずこれでもう妥協だね。とりあえず妥協して、でちょっとあと俺がねやりたいのはもう一つありまして、このね究極の心シェイクをちょっと試したい、投げたい。というわけで、パワープロ2018の、サクスペチームが使えるやつで、チャンピオンシップですね、チャンピオンシップでちょっと究極の心シェイクを実戦で投げていきたいと思いますので、これをねライブでやろうかなと思ってます。お待ちしておりました、心ちゃん。かわゆす G 級だけどね。全然やって、レッツゴーなんて言うんだ、かわいい。フリー対戦で、フリー対戦で、ちょっとやってくれる人を募集するんで、多分やってる人全然少ないから、適当に部屋作ればすぐマッチングするでしょうということで、実際に心シェイク実戦で使っていきたいと思いますので、このフリー対戦やるときはまたツイッターで募集します。でツイッターで募集して、もし対戦してくれる人が現れなければ、そのまま雑談して終わりますので、ぜひね、心シェイク、俺の心シェイク、究極の心シェイクを打ち崩せるという人が、いましたら、ぜひ対戦の方をお願いいたします。というわけで、対戦の概要についてはまたツイッターで、流しますので、その際はよろしくお願いします。ちょっとね、動画としては多分そんなに長くないと思うんですけど、もう疲れ果てたんで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。